お待たせ。みんなもう揃ってる？ああ、揃ってるよ。ここに来るまでに街のいろんなところを回ってきたけど、まるでお祭りのようなすごい騒ぎ。そりゃそうよね。突然上空にアインクラッドができたとなれば、プレイヤーたちはオリジンのサプライズイベントだと思っているみたい。まったくのんきなものよね。まあ経緯を知らないから無理もないけど。それで崩壊したフィールドに関して調べてきたわよ。残念だけど被害はゼロじゃないわ。アルゴさんが走り回ってくれているおかげでいろいろ聞くことができたの。この始まりの町は幸い被害がなかったようだけど、他のいくつかの町や村は創生に巻き込まれたみたい。本来大地切断というのは地表が円形に切り抜かれ空へと上昇していくもののはず。けど今回起きた大地切断は中途半端な状態で地表が崩れながら上昇している。巻き込まれた町にいた NPC たちはきっと、この世界の NPC は二度と復活できないのに。この状況、運営は知らないのかな？まさか、とっくに気づいていると思うよ。ですけど、運営からは何もアナウンスがないですね。現状に問題なしってことかしら。セブンなら運営の動きがわかるんじゃない？俺もそう思ったんだけど、セブンは今アメリカにいるから国内の運営の動きがわからないらしい。もしかしたらベータテストの中止なんていうことも考えられるんですよね。最悪あり得るだろうな。もう一人の女神の子が祈りを捧げちゃったから大地切断は起きちゃったんだよね。ジェネシスのやつを倒したっていうのにね。そういや、ジェネシスのやつはどうしたんだろうな。あいつを倒したとしても死に戻りしてまた襲ってくるかもしれないよね。いや、ジェネシスに関してはもう決着がついたよ。決着ってのはどういうことだ？あいつが並外れた強さを誇っていたのはやっぱりチート行為を行っていたからだった。そしてそれはチートでよく知られるデータ改ざんとは違い、アミスフィアを改造することで実現させていた。その話をセブンから各所に回してもらってすぐに逮捕されるらしい。逮捕？デスゲーム以来 VR マシンへの改造はかなり厳しく取り締まられている。第二の火矢場になられたら問題だからな。じゃあこれでプレミアちゃんが狙われることはひとまずなくなったんだね。けどアミュスフィアを改造するなんて簡単なことじゃないんじゃない？実際ジェネシスの施したそれは相当な技術らしい。実はチート行為の常習犯でネットの一部では GOC ゴッド・オブ・チートなんて呼ばれていたみたいなんだ。そうしたこともあって警察の方でも逮捕に踏み切る準備はできていたから対応も早かったんだ。まったく、その技術をなんでいいことに使えないかな。そういうことってゲームを楽にプレイするためにするんですよね。他にもゲーム内を荒らして楽しむっていうやつもいるだろうな。けどジェネシスはそういうのとはちょっと違う気がする。強くあることに本気だった。体がおかしくなってるってのにデジタルドラッグを使い続けたくらいだもんな。そんな危険なことをしてまで強さを求めていたなんて。もう一人の女神は
自分の存在する意味をジェネシスに与えてもらったと言っていた。ひょっとするとジェネシスも自分という存在を強さという形で守り続けてきたのかもしれない。ゲームで誰よりも強くありたい、誰よりも優れていたい、そうした気持ちはなんとなく理解できる。俺も昔は似た気持ちを持っていたから。そっか、ジェネシスもただゲームをやっていただけじゃなかったんだね。ジェネシスのことは一件落着だけど、もう一人の女神は止めることができなかったね。自ら世界の崩壊を望んだんですよね。この世界の NPC はみんな AI 化された状態だ。 AI 化された NPC は自分たちが目の当たりにしたことを情報として蓄積し、それをもとに自我を形成していく。ジェネシスやそれを取り巻くプレイヤー、無論俺も彼女へ影響を与えた。彼女が世界の崩壊を願ったのは、元をたどれば俺たち人間が原因なんだ。パパ、ジェネシスはもう一人の女神のことをティアと名付け呼んでいたらしい。あの二人の関係は俺たちが考えていたものとは違っていたのかもしれない。彼女を道具としてではなく、もっと違う存在として見ていた。今はそんな気がする。だからジェネシスの意志をこんなにも強く受けてしまったのかもね。ああ。ねえ、ところでプレミアはどこにいるの？そういえば今日はまだ見てないな。変だね、近頃はログインするとすぐに会いに来てくれていたのに。気になるわね。俺ちょっと探してくるよ。だったらみんなで探そう。私はシノノンやリズたちと街の中を探してみる。わかった、俺はフィールドに出てみるよ。アインクラッドが創生された影響で踏み込めないエリアも出てきてるみたいだから気をつけてね。ああ、了解だ。Na, da ist ja einiges passiert, ha? Huh? Die schwebende Todesfestung. Sehen wir die von hier aus? Ja, immerhin haben wir unseren Idioten losgeworden. Oh, hat nichts zu berichten. Gut. Das sank jetzt. Windlist. Oh. Die Wind's weg. Windscoop. Ah, na, na. Wobei, ne, ich depp. Das ist ausfrecht. Ja. Und hier lassen wir jemand. Geht mir noch. Ich. Könnte ich. Gut. Mehr eh wieder das. Anna. Ah.
Mal gucken, ob ich noch was abschmeißen kann hier. Ja, wir sind nochmal zum Schmied. Und dann da gehen wir dann raus. Gespräche haben wir ja momentan keine, also müssen wir ja raus. Kein Bademode-Wettbewerb mehr. Ja. Das ja. リズベットブック進化させるのね強化するのねんどしただなうわぁプラティニアンサンベやうまくいったわうまくいったわああ、しかも、すごいやっちゃった。ダメ。やっちゃった。20。Das ist gut. Auf Anhieb ist immer. In die Hose. Schon. Arigato ne. Das war doch. Ja, mach auf. Da. Ja, immer so. Jetzt muss ich noch den neuen Skill reinlegen in die Leiste auch. Den habe ich ja noch gar nicht. Was klopft wohl? Hier schnell ist. Noch halt. Da links. Alle. Noch welche? Und die sind komplett. Na gut, dann gucken wir mal. Man muss es nicht ewig suchen. Nein. Allein hier hin. Okay, dann sind wir schon mal ins nächste. Und vor Ort müssen wir noch das Dungeon machen. Und dann alle zu öffnen.
Mann, Mann, lang ist es her, dass wir hier waren, wa? Lang ist es her. Gar nicht mehr hier aus. Ein Event muss ich ja machen. Ein Event. Oh. Bin ich gesehen, habe ich daneben gehauen ab. Nur wenn man einmal Erz für kriegt. Ist doch niemand mehr unterwegs in dem Gebiet, ne? War mal echt schwer. Eine 5 Sterne Vulkanklinge. Also ja gut, ich bewege mich ja. Hey Leute, warum kämpfst du? Beweg deinen Arsch. Ja, ich bin ja schon am Weg. Level 1. Was soll ich mit Level 1? Bin ich allein unterwegs?